あ、いや、8位。おー！ありがとうございます。はよっ、はい、まあまあ、80%なんですよ。米さん、ルネッサンス。もうまた炎上するよ、ヒゲ男爵なんかでやったら。はい、ということで、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。で、今回も、また三協さんのショールームをお借りしまして、まあ、このね、入れ立ちもう分かっていただけるかなと。それ誰ですか？僕全然分からないですけど。じゃあフルフロンタル。じゃあって何？はい今じゃあって分かった。じゃあって言って、あ、言ってない言ってない。シャアです。あ、シャア、じゃあじゃなくてシャアです。まあ、シャアのクローンと言われているフルフロンタルを、まあ、意識してちょっともうコスプレさせてもらいましたけどね。いかがでしょうかね。間違いなくバットがむっちゃ今ブワーってついてると思うよ。はいはい、もうどんとこいって感じなんですけど、はい、まあ、ちょっとそれぐらいちょっと気合い入れてですね、今回のこのガンダムユニコーンをですね、はい、丸裸にしていこうじゃないかと。そうですね、いうことなんですけども、はい、まあ、やっぱり今回も私一人でやっていくんではなくてですね、強力な助っ人を、うん、と一緒に、うん、やっていこうじゃないかと、うん、ということで、前回実はちょっとつながりありますけどね。そうですね、三協の信頼動画、うん、つながり。え、前何でしたっけ、何紹介した動画、はい、アイドルマスターです。アイドルマスターの時ですね、はい、に一緒に、からバトンを。そうですね、はい、なんでにやけた、そんな感じにはなると思います。はい、それではもう呼んじゃっ、あ、お願いします。呼んじゃいますよ、はい、ワンゲームの陽介さんです。はい、はい、どうもこんにちは。皆さんこんにちは、ワンゲーム TV の陽介でございます。よろしくお願いいたします。あ、またよく来てくれましたね、こんなチャンネルに。懲りもせずに、ありがとうございます。もうね、びっくりした。俺最初さ、こう荷物出し始めたのを見てさ、もう多分若い人わかんないと思うんですけど、この赤いね、衣装見て、タケちゃんマンかと思った。懐かしい。僕らしかわからない。確かに。これ低いな、もう人のことあんま言えんけど、これだって俺の音に雪かきするときに入ってたやつやで、これ。そうですね。あんま下はちょっと、いや、下はちょっと、はい、この上の方だけで。ちょっと、これは本日も乱戦の予感ですね、これは。ですね。はい、今日はね、三協さんの最新機種、はい、機動戦士、なんかユニコーンを実践していくということなんですね。はい、なんかね、結構尖ったスペックになってると相当そうですね、いうことなんで、はい、僕も非常に楽しみです ね。あと右の疾走感というか、はい、なかなか爽快感のあるラッシュに仕上がっているということなのでですね、今日はね、まあ、僕もそのラッシュ性能体験できたらいいかなと思っております。はい、負けません、私もしっかり出していきたいと思います。はい、性能をね、見せてもらおうか、このユニコーンの性能とやるよということで。もう一つ言わされてるかな。もう一つやった。はい、はい、それではドミー、そろそろ実践に信頼の紹介に移っていきたいと思いますけども、よろしくお願いします。お願いします。いつも忘れますので、先罰ゲーム決めたいと思いますが、はい、罰ゲームってことは何か、あの対決をするんですか。そうですね、いつも恒例となってまして、はい、まあ、出玉対決で、出玉対決、終わったりで、そうですね、一番獲得出玉が多かった方はどっちだっていうことで、最終的に、最終的に今一つの大当たりがですね、ああ、じゃあ、はい、連チャン数的なことで、そうです、そうです、連チャン出玉、はい、なるほどなるほど。では、まあ、まあいい試合やりましょう。じゃあ、はい、まあ、ありがとうございます。何をやるんですか。一応ですね、まあユニコーンにちなみまして、はい、コーンスープ、激辛コーンスープ、激辛コーンスープ、ちょっとつながってるか分かんないですけど、一応ユニコーンのコーンにちなんでね、コーンって、なるほどね、激辛コーンスープを用意してますので、はい、それをこうクールに飲むっていうね、負けた方が、あーって言わないで、はい、負けた方が大丈夫ですか。あ、僕、今話聞いてたら歯痛いらしいです。すいません、ちょっとさっきまで歯医者で治療してまして、そう、その歯や治療してもらったところにタバスコを塗り込んで大丈夫なんですか。傷口に塩を塗るような、ね、そんな男ですから。なるほどね。じゃあ早速参りましょうか。ルネサンス。いや、ちゃうよ。簡単にスペック紹介を僕の方から、ありがとうございます、させていただきます。はい、大当たり確率319分の1のミドルタイプになっております。でですね、1種2種混合機となっておりまして、いわゆる右打ちのラッシュ突入率、こちらが 60% になっております。で、この台の特筆すべき特徴なんですけれども、まあ、そのラッシュ突入時の3分の1、トータルで考えるとまあ 20%、 ラッシュ突入率の 33% なんですけれども、初当たり基本的に3ラウンド450玉なんですが、この台すごくてですね、へそからラッシュ突入率の3分の1はですね、なんと3000束という
3000玉大当たり2回が保証されるっていうですね、恐ろしいな、3000フィーバーという大当たりを搭載していると。すごいですね。そうなんでそんなことができたんやとね、はい、いう形なんですけれども、で、晴れて、まあ、60% に勝ち取りまして楽手に入りますとですね、右打ち中の出玉オール1500玉で継続率が約、81% となっていると。でしかも、まあ、右打ち中で非常にサクサクと高速勝ができるという形になっております。でラッシュ中なんですけれども、ラッシュ中の図柄揃い確率 41.1分の1となっておりまして、これと別に転落の小当たりっていうのを抽選していて、その転落確率が 153.7 分の1になっているということなので、まあ、ゲーム性的にはその 153.7 分の1を引く前に 41.1 を何回引けるかという勝負になりますよということですね。俗に言うあの某漆黒みたいな感じですね。まあ、転落スペックということだけ考えるとそうなんですけど、はい、まあ、漆黒よりは当たり確率も転落確率もね、あのだいぶ軽くできている、ね、これ一種二種だからできる技なんですけど、っていう形になっておりまして、でまずね、最初の大当たり取った後、大当たり3回まではですね、はい、演出がちょっと変わってて、デストロイラッシュっていうのとユニコーンラッシュっていう、この2種類から選べるラッシュがありますと。でそのラッシュ乗り越えまして、まあ、継続率が一緒なんですけれども、大当たり目3連目以降になりますと、覚醒ハイパーっていうね、まあすげえ速いやつ、さらにスピード感が増すってやつですね、増すという、はい、ゾーンに行きまして、もうそこまで行くともう変動も一瞬、大当たりも一瞬みたいな形で1500玉がループするというスペックになっているのでですね、まあ、右に入った時の期待感は計り知れないとですね。いやだからもうこのお盆商戦のね、もう目玉機種ですから、ね、はい、まあ、それこそガロ、ウルトラマン太郎、ガロ太郎でこれですわ。おっと、陽介さんどうですか。変わらないか、まあ疑似連ですな。陽介さんはどうなんですか、戦績は。僕最近あの銀ギュラパラダイスの調子がめちゃめちゃいいです。えカーニバルですか。海です、うん、海好きやな。海好き、なんだかんだ海が好き。はい、ミドル、ハイミドルの方です。ハイミドルの方ですね、あれも荒いですからね。まあやばい荒い、やばい荒いけど、あれは相性だけで押し切ってるわ。確かに確かに、そう、それはそうですね。私全然あれダメでした。なんかやっぱ台による相性ってあるんだよな。いやいや、そう、もちろんもう絶対ありますよね。もうこんなことを言うとあれ仕事もらってるからあれだけど、めっちゃ相性悪くて。おい、7点した。あ、来た。おお、来た、やばいやばいやばい、7点、これは来るでしょ。やばいやばいやばい、やばいというか、やばい話してる途中でやばい。切れねえじゃんよって。来なくなりますよ。で、はい、いやでもね。いやでも正直あるはあるですもんね。そう、やっぱり、ね、台による相性って不思議とあるんですよね。さあ7点なので当然のことだから激の圧でございますね。しかもあの7点ってもしかしたら3000とか直行するんじゃねえの？本当だ。ありえるな。いきなりそこ見せに行くんですね。あ、引きを爆弾、すごいな。そう、これはまだですね。あ、ユニコーンアタック行くの。これはですね、あの割と地味なんですけど、地味って言ってあのライン数が増えていってライン数に応じて信頼度変わるっていうタイプですね。あのギアスドライブみたいな感じですかね。あのコードギアスの、あとシンフォギアとかにもある。あ、そうですよね。そうそうそう。あ、いや8ライン、ありがとうございます。ああ、早っ。8ラインは確かね、3000玉大当たり濃厚だった気がする。ああ、すげえ。はい、ヤクモの落ちるリーチから始まれよ。確かにヤクモの K、 お赤い彗星の、まあ、ハテナですから、まだ分かんないですよね、これ。さあ、陽介さんはかけましたよ。さあ、これでもう3000発のはずだな。緑ホールで当たったよ。確かに、これ北斗無双でもあるやつですよ。これ行くか分かんないんですよね。だから行けばゲロアスっすよ。そうで、こう切れて、これね、新しいガンダムの性能。おー、かっこええ。うーい、きた。いきなり出してくる。さあ、これで3000フィーバーなんで、僕はね
20%、1500で。いやあ、ダメか。それはそう簡単にはいかない。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、最先ですね。やらせに見えるけど振り分けガチらしいんで。あ、そうです。ガチです。ガチです。で、このアタッカーが超気持ちいいの。ああ。本当だ。まあこぼさない。ああ。あの全部でアタあのなんめっちゃ早いっすね。ラウンド感がね、うん、ほぼほぼないんで。めっちゃ来るやん。で、まあ分かりやすいですね。プレミアムフィーバーっていうところまで行けば覚醒ラッシュハイパーに突入しますと。すごいな。やっぱ 20% ってまあまあ引けますからね。まあまあ引けますよ、だって落ちる確率と一緒なんだもん。はい、そうそうそう、本当そうっすよ。すぐ引くやん、そんなもん、はい。で、僕これコングラチュレーションズって神殿拝見ってなってるんですけど、ここはもう次のね大当たりが確約されているところ。この間はね、あやもう当たった。あ、早っ早っ。いやいやいや、ほんまに早い。やばいな。さあ、これでもう3000発あっという間で、あれですよね、もうだから2つ目の大当たりがあれなんで、はい、あと1回当てれば、あと1回当てれば高速紹介になっちゃうと、はい、もう見れちゃう。はい、ちょっとトミさん早く仕事してもらっていいですか。ああ、はい、だちょっとね、歯痛いんだよね。ああ、なるほど。で、ここからはもう転落の抽選が行われるので、まあ150何分の1引く前に40分の1でいいです。とはいえ早いですよね。ここ一応ね、今でもね、別に遅くねえよ、ね、全然ストレスフリーな速さです。さあ、どうだろう。ここはね、バトルに勝利すれば当然継続。敗北だ。4はやだな。おお、リーチ150分の1なんか相当引かんと思うんだけどな。ちょっと怪しいですね。接近、あー、バトル、まあ、勝利期待で分かりやすく星で書いてくれます。さあ、どうかな。一撃で落とす。頼むよ。うっそうっそうっそ、早い早い。まずいっすよ、すでに。おいおいおい、早すぎやろ。81% やぞ。あ、そう、ここでね、ここでね、ここでね。おい、そういうことよ。ナイス。それでも復活。いや、気持ちいいですね。さあ、これで僕は覚醒ラッシュハイパーも取れたと。覚醒ラッシュハイパー41分の1を引いてたってことですね。40分の1の方ですね、これ。ああ、いいな。あ、マジ、こっからああ、いいな。変動速度ですね。マジご覧あれって感じなので、こっからいよいよ SA75 ですね。これが1分間に75回転回るっていうようなイメージですね。どんなもんなんでしょうか。マジ早いっすよ。さあ、見せてもらいましょう。最初の1変動だけちょっと遅いです。覚醒ハイパー、これ最初の1変動目はちょっと煽りがあるんじゃないですけど、この覚醒ハイパーのアイコン出てからですね。そうですね。かっこいいな。いきますね。めっちゃかっこいい。はい、どんどん。おーよー。はい、アカホール。おお。おお。すっげえな。はい、どうも。おお。やばいっす。これはやばいな。これちょっとやばい今日。これはやばいぞ。早い。まあ今たまたま早く引けたのもありますけど。いや、それでも早いですね。これでスペシャルユニコーンフィーバー。すごいな。これちょっと面白い。あかん。やばいやばい。ちょっとやばい。お。おーしょしょしょ。救済系の方。
あ、よしよしよし。ちなみにこのラウンド中のハイパーっていうのがフィーバーだった場合は保留連動コールです。おお、気持ちいいですね。それまためっちゃ速いんでね、まあ、大当たりの消化スピードそのものもだいぶやっぱ速い、そうですね。やってみますよ。当たるんかい。おお、引き寄ったな。もうちょっと王道ルートから当たってほしいよ、ね、そうですね。この役物が、ね、できないまま当たるっていう、2人ともね、破壊って発生かっつってんのに、いや、まあ、ありがたい話です。はい、さあ、じゃあ追いかける、追いかけれるのがトミー。そうです ね、 ね、ええ、うい、もちろん。さあ、ラッシュにももう当たってる。速っ、いや、すごいな。さあ、もう何連目、これ5連目6連目5連目ですね。5連目か。さあ、それは、イニコフィーバー右取れてるはずですね。そうですね。はい、V 入りました。まだ多分当たり始めてから5分ぐらいだと思うんだけど、ね、私は一応450発ですね。そうですね。なんで、まあ1回目、あー、フィーバーになった今俺、見ました今、見ました見ました。ってことはほらほらほら、フィーバーってなってんじゃん。ってことはこれ保留内にもう一回いるはずなんですよ。もう本当にあれですけど、450発消化するのも秒ですね。秒っすよ、秒っすよ、マジめっちゃ早い。これはすごいな。やばいな、ちょっと引きますもんね、早すぎて。7500 123、これじゃね、うわ、はい、なんじゃそれ、当たりー。早すぎてついていけないのよ、脳が追いつかないのよ。なんで当たってんの、これ。やばい、いや、これもすごい、赤赤、うん、こんな台出してへんか。いよいよ振りちぎってきたな、これ、これだから本当に10連とか15連とかしたときに、払い出しが完了するまで10分20分ぐらいかかると思う。あとあれなんですよね、あのホールサイドとしては、うん、その転落式なんで、はい、その結構ハマる場合もあるんですよね。まあもちろんそう、ハマった回転数でそのまま通常に戻るんで、はい、なんて言うんだろう、次また、あの、あ、ごめんなさい、音消えた、音消えたな、音消えました、切れた切れた、開始の音消えたな、迷子切れましたわ。おい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 、今戻りました、はい、すいません。さあ、7連目の方、さっきの話続きですけど、はい、だから例えば200回転で通常に戻ったりとかっていうのがあって、はいはい、ナンバーランプ上で今の一種二種って言ったらもう0回転とか、はいはいはい、2回転でやめちゃってるみたいなのが結構多くて、あ、とっつきにくいんだけど、やっぱ結構だろうこれ、回転数いってるから、うん、当たってる、またこう座りやすいんですよね。はい、ありがとうございます。今取ってるんだもんね、はい、だそんなんもあって、あのすごい多分次の稼働にもつながるんちゃうかなっていう。さあ1万発、早っ早っ、いやもう陽介さんもう万発さんですよ、早っ、すごいな、ほんまもう一瞬でしたよ、ほんま大丈夫か。しかもこれ多分ね40分の1がすげえ軽かったのもある、もうちょっとハマるときは余ると思うんですけど、あーですね、今なんか8分の1ぐらいで引いてるんで、そら早いわねって。いやでも、私もよく感じるのが、あの北斗の今救世主、はいはいはい、あれなんかも128分の1ぐらいなんですけど、大当たり確率、うんうん、まあまあ早く当たりますもんね、あれもね、まあまあまあ全然ね、っていうかやばいっすね、やばい、これ自分で体感したら分かりますけど、パナイ、ただまあ、ここで、あ、もう終わった、偶数がね、転廃しちゃうとやばいですよ。お、紫、あ、ダメか、なんか今日の対戦で見る方が、あー、まずい、あ、これ危ないですよ、あ、あ、お、セーフ、あー、今日のこの対戦で見る方がなんかあのプレゼンを受けた時より確かになんか来てるね、確かに、あ、ここ光ると大チャンスです、お、当たった、おい、ラッシュ中ここ光ると大チャンスです。あの出玉が早すぎて喋れない、喋れないね、ほんまにトーク挟めない、そう、息つく間もない、だから仕事終わった後サラリーマンの方とかがこのスピードだったら本当に、うん、間違いないです、だから夜9時ぐらいまで打ってても全然いけますよ、全然取り切れるんじゃないかなと思って、8時半にホール入っても間に合う、いけます、当たっちゃえば引っ掛けさえすれば、
あの球がやっぱ全部ねここ入ってくるの見てるだけで気持ちいいんですよ。ですね。あのバルブレイブの時に三強さんって特賞中の完成度がすごい上がってるんですよね。はいはいはい、はい、打った時にもうあおもろいなと思って特賞中これガンダムちょっとさらにそのあまた光ってるどうよ、まだ光ってるまるでゴーゴーランプのように見つめてたけど、もうタメか喋りまくりや大丈夫かこれ次三強さんから仕事来ないんだよ俺いやはい、私も天敗あれ今だからこれ超えたらプレミアムラッシュなんでそうこれ超えろ勝負のところ紫私は大丈夫41分の1引いてるよ大丈夫行け、はい、あで僕はそこから復活したんでねあそうですね陽介さんもここからあと天敗いつからなんか2468強さがあるらしいですなるほど、うん、おいまあまあ 80% なんでねルネサンスもう絶対あかんわよし気持ちいい光ったどうよどうよどうよで私も晴れて、プレミアムラッシュに突入しますちょっとこれしびれますね早すぎて、はい、解説が追っつかないですあまずいないよいないよあー8あーこれまずいですねでエンドが出たらもうそこで終わりですあーこれで終了とまあでも出れば1万3500だっけな早すぎでしょ1万3500ですねおかしいでしょ一応ね、ラストチャンス、ボタン連打でエンドを破壊できればこれは一応演出上あれですよね44分の1を4回転やってるってやつですねはい、はい、残保留4でで、これが終わった後、まだ保留4個あるのでそこで 41.1 分の1引いてれば、ね、ラッシュに戻れますすごいなで、これで完全に終わっちゃったのでな、何分、でも13500何分ですか13500発が、ねはい早いなでここの4回転が残保留4個勝負撤廃したらそれなりに熱いんじゃないかなと思うんですけどねここで引き戻しをしたいが静かに終わりそうだな残念でここからへそです ね、はい、なるほど僕の初当たりは1万3500玉でしたこれねあのコードギアスでもねラスト1回転だけが6.7分の1で通常に戻って1回転消化するんだねあれがまたうまかったね確かにはいそれと一緒みたいな感じですかねあそうですね、さあトミーも今から行きますうプレミアムラッシュ行きます覚醒ハイバー行きますさあ1万3500発まくれるかなかなかですねでもまだ出てんだけどあかかかかかあかあーあー見つかった早い一回も取れてないですよねまずいっすねあれあなた出てきましたよやいエンドお疲れ様ですまあ 80% ですからね壊れるんじゃないですかエンドまあまあ大丈夫ですねはいえい押し切ればあやっちまったなクールポコやヒゲ男爵とクールポコもうその辺の時代がどんどんうわーマジかいやちょっとしょぼりましたねちょっと弱かったっすね僕より1万玉も少ないもんまあまあまだこの4回転でっていうのはありえますよ、はいはい、一応待ちましょうそこで当たるときにどうなるのかは僕も見てみたいです、はい、ちょっと煽ったの今おお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 おもしかしてやったんちゃう？あれれれれ？それ特にいいっすよね、多分。ですです。1位残ってるんで。おや？リトリーだった。チャンスなんじゃねえの？おお、トミーとか見せ場作るか？特
言い合ったらすげえ大チャンスだ気がするけどな。いいぞ、あるじゃん。もしそれ引けたらだいぶね、いいとこ見せれてると思う。一応これ引き戻すんがね、10パー以上あるっていうふうに言われてますんで、まあ、単純に4回転で41分の1だから、ね、10回で1回だもん、ね、はい、ありそうやね。え、おおおお、これは7点ですよ。戻したんじゃないの。いやー熱いな。おなんない。おおルネサス、あなたどっちかというとルネサス言わん方ですけどね、樋口君の方に似てますよあなた。ウェイウェイ、それラッシュ継続ですな。ですね、右っぽいもんな、はい、だからあれですね、もちろん覚醒ハイパーから戻るって感じですよね。あ、そう、あ、そういうことですか。覚醒ハイパーに戻ると思いますね、多分。3000発の方に行けてる可能性がね、いや、ないですね、右はないから即スキーなんで、はい。おっとっと、派手な派手な感じで始まった。あ、戻っちゃうんか。一応皆さん、これ一応戻るっぽいですね、どうやら。1回戻ってからのさらに3連。そうですね、どうやら脳幹になっちゃうじゃん。脳幹になってしまいますね。ほら、こんな感じ。あ、本当だ。まあでも、まあ、出玉的にはね。そうそうそう、いうので終わりそうや。もうまた。まあ縁も竹縄ではございますが、はい、トミー負けで終了。いやいや、まだですよ。おそれゲロアツですよ。これゲロアツですよ。4大キーポイントエースの一つなんですけど。いやいや、あなたもう終わった。大丈夫、まだ大丈夫って何。大丈夫の意味がわからない。もう大当たり連続勝負終わってるから。それあの信頼度7割ぐらいトータルでありましたけど。これ見させてくださいよね。あ、まあまあまあ、見るのは見ましょう、はい、ただあなた負けですから。いやいや、まだですよ、まあ、いやいやとか負けは負けだよね。引き戻しまでしてさ。あなた負けましたから。ああ、そうでしたっけね。それの映像を撮り次第一旦終了です。あ、わかりました。はい。俺ももう一回当たんないかなと思って打ってる。今日はほんまに往生際悪い。いつになく。このまま何もせずに全てを奪われるか言われてるぞ。言われてると。まあまだ役物出てねえんだよ。そうなんですよ。せめてそれ見せよう最後。そう、それ見せたい。確かに。これは紫。ここから先は競争だ。おお、来たー。リバブルしてる俺も。え、ほら、おお、これがじゃあ本間の勝負ですかね。どういうこと。そこは流してくれへん。ちょっと何言ってるか分かんない。うわーしゃー、決戦の方。決戦、これが緑の覚醒だったらなお熱いと。そういうことだ、ね、いうところですね。あ、俺も行ったよ。お再来ゾーン。あー、覚醒じゃない。おーっと、覚醒昇格。ゲロ熱いですね。めちゃ熱っすよこれ。ちなみにまあ今僕レバルブルして当たりそうという状況、まあ当たるか分かんないけどね、なんですけど、今回あのカスタムができてレバブルモードっていうのをオンにするとレバブルの占有率と信頼度がガンって上がる。そういうでカスタム機能もあの今作ついてますんで。ウォー、ここから先は競争だ。全く同じことをなぞってるんです。
おそらく一緒のような展開になるんでしょうか、おおよそと思われますね、はい、このルート覚醒さあ出撃した後にどっちに行くかだな。頂上決戦ビーチですね、あ一旦決戦経由ですかね。さすがでん、おめでとうございます、ありがとうございます、おめでとうございます。まあまだね、今まだ分かんないんで、はい、何がまだちょっとね、ラッシュね、なるほどなるほど、ね、さっきあの聞いたんですけど、ここをなんか2回トントンってやったらあの大当たり飛ばせるんですってでもダメです、ダメですトントンしない、トントンしないです。さあ僕はそのままバトル系 SP に行ってるっぽいな、これ。いや、これ出てないと思うんで。ゲットなるか、うん、はい、40%。まあ、まだ分かんないです。ああ、当たった。ラウンド中があるんで。そうそうですね。はい。さあ、僕も2回目レバブル絡みで当たりましたが、ね。まあまあ、まだ分かんないんで。多分ここで確定する濃厚になるパターンとかもいっぱいあると思うんだけども、そうですね、ほらほら引いてみた、マジか、このさよあたす、さすが引きお化け集団、あれ切れた、これ切れたってことはよ、あああのすいません、僕また3000取ってるみたいです僕カスムじゃないですかじゃあ、いや、トミさんこれ2回戦やらせてもらいますか、これ見てもらいたいですね、ぜひとも、じゃあまあそれは、まあ、せっかく入ったからね、はい、そこやりますね、はい、ありがとうございます、ああありがとうございます、じゃあ2回戦いきましょうか、そのまま続けて、俺が今なんかうっかりトントンしたくせえだこれトータルゼロになっちゃったもんほんまや、ほんまや、ごめんなさいね、フィーバー2なのに1500になってんのは1回、はい、1回スキップしちゃったから、で私はプレミアムフィーバーいきまーす、はい、ダメか、その20代の頃はどういうコスプレメインでやられてたの、メインって言われるとね難しいんですけど、なんか僕そのなんか割とイケメンキャラとかに憧れてた感じがあるので、はいはいはい、そういうの多かった、割とねだから男性向けの作品って基本的には女の子が可愛いになっちゃうじゃないですか、でも女性向けの作品だと男の人がかっこいいみたいな感じになるので、割とその女性向けコンテンツのキャラクターとかをやってたことが多いんですけど、ゲームとかそっちとかは全然ガチ勢、ガチ勢ってほどガチではないんだけど、好きだったのでやってたって感じだから、結局そのイケメンキャラ美形キャラになりたいと思ってやるわけですよ、なんか雰囲気的に、そしたらその時にどういうことしたらいいのかとか、普通にね、自分の顔だけで当たってんだけど、なんかいやまあ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 、まあ、ちょっと現在のところ脳幹になってしまいます、うん、これ多分へそだと思うんであれですけど、そういうのがあったりして、だからメイクの道具とか方法とか、まあ、今も生きてますよね、アイメイクのやり方とか、どうやったら綺麗にかっこよく見えるかとか、今のねなんか多分ネットで出回ってる写真1枚だけあるんじゃないかなと思うんですけど、それ今日から魔王っていうののヨザクっていうキャラクターをやってったりするんですけども、当時はそういうのめっちゃ頑張ってた、ただこの人ちょっと終わりかかってますけどあなた今何発でした？4000いってないですね。あ、今回はそれでもまあ一応勝ちなのかな、でもこれ勝ちっていうか要するに一応3000なんで、そう2回戦はね、2回戦2回戦、2回のトータルじゃなくて、あ、また切れたんだけど、ちょっとすげえ切れるんだけど今日キレキレですね。
あんた450発しか買ってないですよ、はい、初回全部3000取っとるよ俺、3連続撮影やで。あるんすね。あるんやね。これガチっすよね。ガチですか。もちろんガチです。振り分けはね。ありがとうございます。っていうかまあやっぱり2割やったら引きますよね。引きます ねやっぱり。であのすっげえ言いたいんだけど、すげえ言いたいことがあって、ホールでやれお、ちょっと待て、なになに、またまた残本、さっきカカカカカモン言いましたから、3回戦やるそういう流れになっちゃいますね。え、マジで。じゃあもう、じゃあこれでいよいよ勝負つけますか。じゃあもう、ね、これでしようよ、ね、はい、あの1-1なんで今一応。そうですね、内容はあなたの方ポイント負けですけど、はい、間違いなく負けてます。そんな当たると思ってないもん、はい、すごいな。これでもう終わりですよ。はい、これもさすがにね、ちょっと時間的なところもあるから、はい、41分の1引いちゃったっぽいですね。これまた2回目、陽介さん全部だから、うわっほー、ナイス。私はこの最後のザンフリューで引くし、陽介さんは初当たり必ず3点罰だし、ね、なんかね、うん、まあクライマックスチック感出てきます。いいっすね、うん、はい、これで3000。でもなんかそんなコスプレ路線をやってはったよ。いや確かに、ね、それはちょっと意外な感じ。いや意外な感じでした。今日はあのまともに初めて会話させていただきましたけど、まあそうすね、最初ちょっと怖かったです、うん、そうですね、なんか怒ってるのかな、体もガチッとしてるし、ね、雰囲気的に。でもあのコスプレイヤーさん の, あのクオリティって、僕やっぱそっち系ほんまに疎いから分かんないですけど、見たすごいですもんね、はい、まあ当時はめったなことではなかったですけど、今その、ね、やっぱりメディアとかもコスプレイヤーの方取り上げることが多くなって、プロコスプレイヤーっていう言葉ができ始めましたからね。それこそね、えなこさんとか有名ですけど、そういう意味ではね、僕も天然のコスプレやって、それで仕事になったんでプロコスプレイヤーになるんですよね。確かにえ、これ保留連、おい、うわー、スタンバイ、狩矢崎スタンバイします。もうキャラ変わったことは関係ないすいません、すいません。のでそういうので、じゃあ、ね、その普段、まあ、コスプレメインにした感じで薬莢箱とかもやっていこうかって。え、バチリ、じゃあそのスロット関係なくバチリスクはコスプレされてたってことですか。じゃあではなくて、全然当たんない。そう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 なの。だから僕がバチリスクをやった、危ないなこれ。先に言うたらスロットよりコスプレが先だったってことですか。バチリスクはスロットよりはコスプレが先で、コスプレよりも賛成 R&D のバチリスクが先。なるほど。えい、あ、ダメだ、さっき連チャンしすぎた。めっちゃかっこいい。残念ながら僕また、あ、頭3発で終了だな。頭の3000で終わっちゃった。3000引くのに 全力を使いすぎて40分の1が引けなくなっちゃった一応引き戻しはありで、はーい、引き戻せなかったらトミーの勝ちです。さあ、私はでも一番最初に出された13500狙ってますから。おお早い。なんか光って光って。おい。またるのも突然だけど、落ちるのも突然なんだけど、ね、まあ、ちょっと変動尺がこうやって長いとちょっとドキッとする。ほら。ちょ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 。見つかった見つかった。出ましたよあなたが。ここで避けられればでかいんだけど、そうここ。エンドまで行っちゃうとね、結構本当危ないっぽいんですよ。最後で押し切るのがなかなか難しいっぽい。さあ、運命の分かれ道。おー、残砲残砲で
今だって二の二で引いてるから。おお、こういうパターンもあるんだ。それでも危ねえ。ほんまもんのそれでものほうね。いや気持ちいいなやっぱこれ。完全に終わったかと思ってた。残歩でどうにかなるかみたいなところでしたけど。どうですね。だからまああと2回ぐらいは引かんと無理なんですかね。ですね。ああ、ちょうどあと2回引けば多分クリア。あと3000玉なんで、ね、ちょうど2回か。よし。おお、赤、おお、レインボー。あと1回。あと1回って直帰し一緒でしょ。ですね。直帰し一緒。そうだからそこはイーブンなのよ。なるほど。まだイーブン。いやー、ちょっとしびれますね。あー、はい、これでイーブン。さて、じゃあイーブンまでは持ってきたぞと。はい、次ですということで、さあお時間の方が迫ってきましたという形でね、まあ、ワンゲーム要請の完全勝利だったさあ辛いの飲ませられるか飲ませられへんかのところですよいやこれはこれなかなか、これから頼むね。もうお料理しちゃってよ。もううちのスタッフが準備に入ってますからね、辛いの。ああ、お願いします。はい、はい、どんぐらい辛いか知らんけどよ、気にはなるけど。全然いけますよ、いける気しかしない。おお、早めでございます。やりおった、さすがでございます。やりおりました。ありがとうございます。一応入れとかないとね、一瞬一瞬なんで。いやー、はい、おめでとうございます。連チャン10連達成ありがとうございます。僕はね、そう、あの左の3000発はすごい取れたんだけど、じゃあ、まあ、右伸ばしきれんかった。そうですね、一旦ここでじゃあ終了ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか、トミー。このユニコーンのポテンシャルをしっかり引き出せたんじゃないかなと思いますし、まあ、勝負に勝てたってことがやっぱり、うん、やっぱり嬉しい方かな。ガツコは、まあ、後半の2回はエキシビジョンなんでね。まあでもこうやってね、情けをかけていただいた陽介さんの懐の大きさもちょっと感じられたんじゃないかなと思い、やっぱ右ね、すごいっすよね。はい、ほんと早いんですよ。異常でしたね。大当たり中そのものがやっぱりね、一瞬しか閉まらない。本当にめちゃめちゃもうストレスになってる。ぜひね、本当に体感していて、これはもう動画だけではちょっと伝わりきらないのかもしれないです、ね。そうですね。はい、本当打っていただいてですね。もう当たったのの連続だったんで、僕も最初、ね。ちょっとあのコメントしづらかったですね。早すぎて、ね。そうそう、はい。トーク挟めない。ですですね。そんな感じでした。はい、それでは恒例の、はい、お絵かき対決ですね。はい。はい、まあ、これちょっと勝敗が一応つけるんですけど、そうですね、はい、はい、あのまあこれはちょっとコーンスープには影響しない、はい、影響すればいい、ね、若干ちょっとあのね、はい、辛さがちょっと収まるとかちょっと何言ってるか分かんないですけど、はい、はい、じゃあテーマをトミーの方から。はい、やっぱあのガンダムユニコーンということで、あのやっぱユニコーンね、ユニコーン、私たちの思うユニコーン像はどんなものかっていうのを、はい、書いていただこう。はい、それではお願いします。はい、僕の思うユニコーンはこうですね。おお、っていうかちゃんとうまい、そのままもう、あ、ユニコーンってこれ何もなくてもユニコーンで分かる。ユニコーンでしょ。ユニコーンって、うん、あのまあ、みんなご存知の通りだと思うんですけど、まあ、ちょっと顔失敗したんだけどさ、顔がなんかちょっと尖りすぎたんだけど、そうですね、あのもうなんか大割り食いみたいになってますけど、顔だけ、顔だけ大割り食いっぽい。ちょっとね、あの、はい、鼻のあたりどうだっけって分かんなくなっちゃった。いやでもうまい、もう普通そんなにさらっとかけないですよ。こういう、こういうところとかにうま感出るやん。あ、出るです、出る出る出る、っていう感じで僕のユニコーンはこちらです。ユニコーンにしか見えない。ちょっと強敵ですね。強敵、うまかったですね。それじゃあ、トミーが履くの、私のユニコーンなんですけど、これだ、もうちょっとこういう感じですよね。もう足からもこういう感じで、おう、あ、上見たらでも若干ちゃうかったっていうずるいわそれ、はい、うまい人がやるボケやん。いや、陽介さん今初めて見てるからそうやってちょっと喜んでいただけますけど、うん、もうこの親父のなんかちょっと髪の毛薄いネタのね、ね、こすり倒してる。もうそうなんですよ。もうね、これもう擦り切れるぐらい使うとるんですよ。
これ駅のホームでおったら面白いでしょ。びっくりするわ。面白くないわ。もう言うまでもなく、陽介さん、ありがとうございます、はい、ほう。いやでもちゃんと書いたら書けるでしょこれ。書けます、書けます。それまでムカつく。もうあのいつも勝敗の理由僕が言ってるんですけど、もう自分で言ってください。なんで負けたか。擦り倒しって言って。正解。はい。ということでトミー締めてもらっていいですか。はい。ということで、はい、今日はまあこの短時間の勝負でしたけど、はい、この短時間の間で多分いかんなくこの出玉感、このすごいっすよ、ね、スペックをですね、うん、発揮できた、我々が表現できたんじゃないかなと思いますんで、間違いない。あとは皆さんがしっかりと実況ですね、この8月お盆ガンダムユニコーンを打っていただければと思いますので、まあ、絶対本当に打っていただかないとわからない、この速さを。そうですね、この爽快感はね、ぜひ味わっていただきたいかなと思いますので、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ルネッサンス。樋口勝った。ということで、私見事出玉対決で勝負しましたから、ゲストここは容赦なくやらせていただきます。ユニコーンポタージュ、はい、ユニコーンポタージュに激辛タバスコバチバチ入れていただきます。タバスコーンとユニコーン、そんな入れんの、ちょっと多くね、多くね、色全然わかんないね。匂いやばいっす。匂いやばいね、意外と。これさ、普通なんか暑いからさ、めっちゃ上がってくるんだけど匂い。そう、そのこの辛みがね、こっち。あー、痛い、上がらない、匂いがダメだこれ。あ、まだまだいってないっす。あったかいもんタバスコかけてたよこれ。やりました。以上罰ゲームです。やってやりましたよ。ありがとうございます。何しに来たんだ俺は本当。3時間かけて。大丈夫ですか。